堺市立三原中学校は、大阪府堺市三原区にある公立中学校。従来の三原町立の二中学校を統合して、1958年に設置された。現在の堺市三原区にあたる地域には、1947年の学生改革に伴い、南河内郡、黒山村網に、黒山村、平尾村学校組合立黒山中学校、田地村、 河原の城に田治比村立中学校、南八下村母提に、南八下村立中学校、丹南村に、丹南村立中学校の4校が、それぞれ開校した。黒山、田治比、南八下の3中学校は、当時黒山村にあった大阪府立、黒山高等学校の校舎を共同で使用していた。三校は1949年2月に統合し、黒山村、 平尾村、田地日村、南八下村学校組合立黒山中学校が発足した。黒山中学校は黒山高等学校校舎を引き続き使用し、その後1951年には黒山高等学校敷地を大阪府から買収している。なお校舎を貸し出した形になった黒山高等学校は近隣の大阪府立農芸高等学校と、 合併する構想もあったが、富岡町に移転して、大阪府立富久高等学校となった。1956年9月30日には、黒山村、平尾村、丹南村の合併で、三原町が発足した。また同日には、田治日村など6町村の合併で、南大阪町が発足した。これに伴い丹南村立中学校は、三原町立となり、 黒山中学校は、三原町、南大阪町、南八下村学校組合率となった。さらに1957年4月1日には、南大阪町の内田寺が、三原町へ編入された。また1957年7月1日には、南八下村が、堺市と三原町に分村合併した。これらに伴い黒山中学校の学校組合は、解消されている。 南八日村の内堺市に編入された地域については黒山中学校校区から堺市立八下中学校の校区へ編入した。1958年には黒山、丹南野に中学校を統合し、三原町全域を校区とする三原町立中学校として新設開校した。当初は従来の中学校校舎を分教場としたが、1960年には、 現在地に統合移転している。1972年には、三原町立、西中学校を分離し、これに伴って、三原町立三原中学校へと改称した。ありがとうございます。